二つ天皇宮吉天皇宮は台湾の高尾市津区にある渡積魔荘を祭る魔荘病。高尾市の市貞古跡に旗つ天記載の宮として登録されている。帝市政権時代の1673年創建といい、二つ天皇宮は高尾初の魔荘を祀った病とされる。はじめ、ジョアカラー福建の漁師たちによって魔荘像を安置するための病として魔荘宮が建てられた。 きっかけは女が寮へ行った際に遭難してこの地へ漂着したことであり、彼はこの新天地を気に入ったので一旦戻って後、一族や同郷の人を誘って故郷からマソ像を持って移住してきたのだという。同行していた、広し、王、蔡、李、白、ンだ一族と主に病を維持管理していた。そしてこの病は初期の高尾の中心地となっていた。マソは、 清による1683年の台湾占領の成功に霊言があったとして天候とされ、それを反映して1737年頃に病は、畑皇天記載の宮と解消された。この解消は、台湾では最も早く、ゆえに台湾発の天候宮とされる。もともとは、竹と藁を建材とした掘立小屋のような病であったと、いうが、18世紀に石像に改築された。 その後も幾度か改修され、1887年には長域、1926年には西吉六らによる改修が行われた。第二次世界大戦が終わって1946年、名称を現行の発達天候群に改称した。大戦では損傷を受けたが、これは西文み貧羅により1948年に修復するとともに、 神玉法による装飾を加えて、ほぼ現在の姿となった。1985年11月27日、高雄市の一定古籍となった。中国の伝統的な様式で建てられている。具体的には、河南様式に分類され、両殿五門両森室というプランを持つ。屋根は、塩尾製という両側が反り上がった形状で、僧侶及び千人の装飾が施されている。 装飾は先日の、陳玉法によるものが特筆される。住所表記は秒、路9 3号。高尾都市運最古湾駅より、徒歩後から10分ほどの位置にある旗つフェリーの乗り場、鈴見山林渡し端にてフェリーに乗船し10分、足らずで対岸の、旗つ林渡し端に着くので決戦。そこから徒歩約3分。フェリーを使わずに、草賀駅から出るバスで、 地下トンネルを通っていくことも可能。ありがとうございます。